2000年の夏、シンプルで軽いバッグブランド手提げがニューヨークシティで誕生しました。アニマルレザーを使っていないことからベジタリアンの方々に人気でした。経費最小限、インターンやスタッフと楽しく手提げをネット販売、暖かくなるとクラフトショーやマーケットでも販売、手提げファンがたくさん増えてきました。2008年リーマンショックが世界中の経済を襲い、手提げビジネスも一気に売り上げが半減します。存続が難しい苦しい経営状態になってしまったんです。そんな時、ある言葉に出会います。明日会社が倒産しても心まで病んではならない。この言葉を通して考え方、マインドセットがいかに大切かを知ります。そしてコップに水が半分もあると希望を抱くのか、それともコップに水が半分しかないと不安を抱くのか、それだけの違いだと気づくのです。だったらコップに水が半分もあると思いたいという希望が湧いてきます。そうした考え方に変わると、成功している人たちは皆コップには水が半分もあると思っている人たちばかりでした。不安を克服すると希望がたくさん見えてきます。スノーシュガービデオ佐藤由紀子、ストーリービデオコミュニティを通して皆さんと一緒にたくさんの希望を世界中に広げていきたいと思います。